皆さんこんにちは2021年賃貸管理士取説解説講義第3回講義を始めたいと思います担当はレクセン2コースの友次ですどうぞよろしくお願いしますはいさあそれではですね今回はこちらになりますはい、えー、第二編の管理業法編のところの第二章 管理業法の概要というところをご覧ください。テキストで言いますと115ページのところですね。はいさあ この「賃貸不動産経営管理士」なんですけれどもまあこちら取説のテキストね第1編で法令系で第2編で管理業法系でそれから第3編で賃貸管理業務系それから第4編で建築設備系というふうに大きく4分野に分かれてますけれどもここのね第2編の管理業法系ここのところがまあ大きな大きな法改正が起こりまして、えー、もうほとんど今までの過去問が使えなくなってしまったというぐらいにですね えー、そのぐらい大きな法改正が行われましたですので本当にもう 過去問もなななないいいいという中で、えー、学習しておかけければののののがこの第2編の管理業法系の部分になります、まあ、もちろんねあの全てにおいて過去問が使えなくなったのかっつったらそうでもなくて、まあ、一部使えるところはあるんですけどもまあやっぱりそれは一部なんですよね。えー、ですのでほとんどもう本当に新しく勉強しましょうみたいな感じのところになっていきますので、まあ、この管理業法の概要ということで、まあ、これからね、えー、管理業法の勉強をし始める時に、まあ、そのまず最初の取っかかりのと と,ところをですね今回この講義の方でお話をしていこうかなというふうに思いましたはいそれではですね115ページ管理業法の概要というところの一番のところからご覧くださいはいこちらね2020年6月の話ですよはいまあ人によって適正化法みたいな感じで呼ぶ方もいらっしゃると思いますけどもこれが制定されました で、えー、これは何かというとですね、えー、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度というものの創設とサブリース事業の規制、えー、これからなる法律ということになります。こ、えー、これれででですすけれども、まあ、基本的にですねのの管理業の中では、えー、まあこれ、うん ね、次の動画のところでね触れたいと思いますけれどもあの2つの方式があって1つ目が管理受託方式というものがあってもう1つがサブリース方式というものがありますでこの管理受託方式に関してはこの登録制度というものを創設しましたですので、えー、こちらに関しては登録制度に関しましてはこれははい、えー、管理受託方式の方ですね 管理自宅方式の方で登録制度というものを創設していきました。いや、今までもあったんですよ。今までも登録制度というものはあったんですけれども、あくまでそれは任意だったんですよ。え任意で登録というものもできますよという形だったんですけれどもえ、今回ですね、この法改正によってですね、まあ,ある一定規模以上の管理自宅方式をやるというのであるならば、えこれはですねえ、登録というものを義務付けますと。 いう,ふうにしたんですね、えー、ですので今までは任意だった登録制度が義務ということになっていった、まあ、そういうですね、えー、一つ大きな柱になってます。でそれからですねこちらですサブリース事業の規制ですね。まあ、これはまあ言わなくても分かると思いますけどサブリース方式のお話です。はいこっちはサブリース方式ですね でこっちは登録制度というものはないですこちら登録制度というのは特になくてもうサブリース方式をやるんであればもう自動的に、えー、この適正化法、まあ、いわゆるその管理業法が適用されますと、えー、登録とかそういうんじゃないですやってるんだったらもうこれは、ね、規制の対象になりますからねっていうそういう形にしました、えー、ですのでサブリース方式に関しては、えー、っと登録という制度はないです 登録という制度はなくてもう登録登録をするしないとかじゃなくてもうサブリース事業をやるはいサブリース事業をやるはいじゃあもう、えー、この管理業法を守ってねっていうそういう状況になっています。 はいですので登録制度はあくまで管理方方式の方だとといいうことになっていきますますず、えー、この管理自宅方式とサブリース方式という2つの方式があるんですけどこれについてはまたね次回の動画でちょっと喋っていきたいと思いますけども、まあ、その2つの方式ね、えー、こちら管理自宅方式の方に関しては登録制度というものを ね、作りましたとでサブリス方式の方に関してはサブリス事業を規制していきますと、えー、いうことにしました、まあ、こういうふうにして、えー、ちょっとね、あのー、管理業というものをしっかりと見張っていこうというふうにしたわけです。だから今までは登録制度も任意の制度でしたし、まあ、あまりねあの強制力とかもなかったんですよ。でそそれれはやっっっぱりちょっと、ね、いいかかがななものかっていう話になってで,それで ね、この賃貸住宅管理業法というものが、えー、作られたというのが、まあえー、一応背背景景ととといいいえば背景というこここになっていきますここますでよろししいでしょうか、ね、でまあ一応ねあの第1条にこの制度の目的についてこう述べていますっていうのがありますけども、まあ、これあの賃貸住宅管理業法の第1条なんですけども、まあ、第1条って大体ねあの制度の目的とかそういったものについて書いてあるので、まあ、お暇がある時に、えー、眺めておくといいと思います。 はいそれではですね次のところ賃貸住宅というところ見ましょう116ページのところでございますはい、えーまあ、賃貸住宅の、まあ、管理業法ですから、まあ、賃貸住宅というものがまずどういうものなのかっていう話になりますよね、えー、賃貸ののようにに供すする住宅のみが対象になりますですので、えー、事務所とか店舗とか工場とかそういったものは対象外というふうになります。 なので例えばその居住用の建物であったとしてもですよ、えー、その居住用としての建物だったとしてもそれを事務所として利用してるっていうふうになってくると、まあ、これはやっぱり賃貸住宅としては扱っていかないですし、まあ、店舗併用住宅の店舗部分というものもまあ基本的には、えーね、扱っていきません賃貸住宅としては扱っていかないという発想になっていきます。 で民泊の部分に関しましては、えー、こちら、まあ、例外ありって書いてありますけれども、えー、こちらですね、はい、ここの例外というものに関しては、ここでございます。はいえー、例外というものに関しては、これです。 特区民泊と住宅宿泊事業法による民泊についてはこれらの対象となる住宅が事業のように供されている場合除外されますというふうにありますとえいうことなんですけどもまあちょっと例外としてありますよということなんで民泊はちょっとねプラスアルファで抑えておいてほしいということになります。でウィークリーマンションえこちらに関しましてはあの旅館業法で営業しているものに関してはえ賃貸住宅には当たらないと。 えただ生活の本拠として使用を予定してるっていう風になってくるとこれは賃貸住宅に当たりますよということになっていきますのでまあこれはえちょっとウィークリーマンションだからどうのっていうところに関しては即断はできないぞとえいうことになっていきます。はい、でまあ賃貸住宅というのはまあこれで大体まあ分かりますよね、まあ、居住用の住宅がまあえ念頭にあるんだなっていうイメージ持っておいてください。では次 えー、管理業法ということで、えー、じゃあそのね、えー、管理とは一体何なんだろうっていう話ですよねはい、えー、それがこちらになります。 一般の賃貸管理とは以下のものを指していきますということでこの A と B の2つがあるんですが A と B の2つがあるんですが A が賃貸住宅の維持保全ですね、えー、そして B が、えー、家賃敷金共益、費等の金銭管理ですね維持保全と、えー、金銭管理、えー、まあここが中心になってくるんですけれどもこれね A しかやってないってなってくる B をやってなくて A しかやってないっていう風になってくると はいこれどうなんですかって言ったらこれは賃貸管理になります。はいじゃあ A と B 両方やってるって言ったらどうなんですかって言ったらこれも賃貸管理になります。管理業務として扱われます。じゃあ B のみってどうですかって言ったら B のみは実はえこれはねえ管理業務として扱われないんです。つまり何かというと賃貸管理と呼ばれるようになるためには少なくとも A はやって やていることが前提いいですか B やってるかどうかともかくとして少なくとも A をやっていないと管理業務とは言えないってことになりますいいですか A をやっていないと管理業務とは言えないでそこに B がプラスされるかされないかっていうのはまた別の話ってことになりますねだから A をやってるというのが最低限の前提条件です A をやっていないというのであるならばそれは、えー、管理業務ではありません はいだからここにあります通り A のみもしくは AB 両方を自宅している業者が対象 A のみもしくは AB 両方をやっているのが対象 B のみは対象ではありませんつまり少なくとも A はやっているというのが、えー、この管理業務の前提条件です。ここまでよろしいですかはいつまり家賃入金の管理のみを行い維持保全業務を全くしない場合には管理業務には該当しません。たとえ,ー例ええーね、管理個数がいくつあったとしてもですよ はい、まあこれ管理業法の適用はない。そう、あのー、これ、えー、ね、だってこの管理業法は管理業をね、えー、規制しようということなので、そう、あのー、管理業じゃないんだったらそもそもですよ、えー、そもそもですよ、えー、賃貸住宅管理業法の適用はないです。はい、えー、賃貸住宅の。 管理業務をやっている、えー、それに対して、えー、規制を加えるのが賃貸住宅管理業法なわけですからねまずそもそも適用対象になるのかならないのかのお話ってことになってくるわけですよはいじゃあですねこの維持保全をもうちょっと詳しく見ていきたいということになりますはい維持保全をもうちょっと詳しく見ていきますとご覧くださいはい、えー、117ページですねはい、えー、またここでいう賃貸住宅の維持保全とは 居室および、まあ、居室の仕様と密接な関係にある住宅のその他の部分まあ廊下とかエレベーターとかそういったものを想像してくださいについて点検清掃等の維持を行いこれらの点検等の結果を踏まえた必要な修繕、えー、というこれを一貫して行うことを言いますつまり維持と修繕両方やってるってことが重要です。 だから例えばねえー、清掃業者がいましたって言ってもその清掃業者が、まあ、維持と修繕と両方やってる清掃業,あの清掃業者だったらそれはねえー、まあうん維持保全に入りますけれども例えば維持しかやってないとかね維持しかやってないとかね、えー、例えばリフォーム工事業者も維持と修繕と両方やってくれてるっていうんであればそれはそうなんですけども修繕しかやってないとかね。 修繕しかやってないって言うんだったらそれは管理業務には当たりませんということになりますはい、維持と修繕両方やってるかどうかですいいすか維持と修繕片っぽだけだったらダメということですじゃあ維持修繕両方やってれば絶対そうなんですかって言うと実はそうでもなくてさっきの前提条件です居室および居室の使用と密接な関係にある住宅の部分この部分なんですよ何かと言いますとこちら維持修繕を居室と 居室以外の部分両方でやっていないといけないってことになるんですね。 で両方でやっていないといけないってことは例えばエレベーターの保守点検業者ってエレベーターっていう居室以外の部分しかやってないじゃないですか、えー、ですので、まあ、居室の中にエレベーターないですよね普通に考えて、えー、普通に考えて居室の中にエレベーターはないのでエレベーターは居室以外の部分ってことになりますよね。ですのでエレベーターの保守点検業者ってどうなんですかって言ったらそれ教居室の方やってないじゃないですかってことになりますのでそれは管理業務には当たらないと。 いうことになっていくわけなんですよろしいでしょうかねはい、えー、だいたいイメージつきましたでこういう業者がいいですかこういう業者がはいここね、えー、賃貸住宅管理業法のね規制対象ということ適用対象ということになっていくわけなんです まず、えー、この賃貸住宅管理業法が制定されましたというふうに言ったとしてもじゃあその賃貸住宅管理業法は誰に対して、ねえー、適用させるのか、ね、それは賃貸住宅の管理業をやってるところですよっていうふうになると思うんですけどじゃあそもそも賃貸住宅って何と管理業って何と。 いうところがですね、えー、まずは定義をちゃんとしておかないといけないわけですよね適用対象になるかならないかというところにもなってきますのでねはいというところをまずは、えー、念頭に置いといていただければいいんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、ここまでよろしいでしょうか まずは、えー、この、えー、管理業法の概要ということで、まあ、賃貸住宅管理業法、ねえー、賃貸住宅とは何なのか管理業務とは何なのか、えー、そこをしっかりとまずは捉えておいていただきたいと思いますはいそれではですね、えー、今回はこの辺にて終了したいと思います、えー、この続き、えー、この続きというかまたね次回は、えー、管理業法系のちょっと別のお話をまたしていきたいと思いますそれでは今回はこの辺にて終了したいと思います皆さんお疲れ様でした